本日担当させていただきますのはと申します。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。では始めさせていただきます。はい。ノアさんはあれですか、はい、仕事休みの時とかはやっぱ買い物とかですか、遊びに行くって言ったら。遊園地とか行ったりするんですよ。遊園地とか、でもその毎回はいかんでしょ。そうですね、たまに友達と計画立てて行ったりするんですよ、はい、それもこの辺のようなヒラパーとか大阪の遊園地も行ったりするんですか。っていうより私、うん、結構遠目の遊園地行ったりするんですよ。あ、遠目の、はい、はい、例えば富士急ハイランドとか。はいはいはい、静岡ですよね、富士急ハイランドって言ったら、はい、そうなんですよ。そこに友達と行ったんですよ、はい、なんかお化け屋敷メインで行ったんですよ。あ、そう、めっちゃ怖いとかいうようなやつがあるっていう話ですね。40分間のお化け屋敷。40分もあるんですか、はい、お化け屋敷で。はい、もうめっちゃビビりやのに友達に連れて行かれて、はい、もう絶対嫌で、金くれるって言っても嫌ですよ。マジですか。めっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖いですね。最初になんかお化けのビデオを見せられるんですよ。ビデオ。そう、それだけでもちょっと怖かったんですけど、はい、その後なんかもう完全に病院の廃墟みたいな感じなんですよ。うわ、そう、歩くんでしょ。歩くんです。絶対嫌や、その帰りたくなるじゃないですか。もう死ぬほど怖かったですよ。なんか友達を、私の周りに友達全員つかして6人で入ったんですよ。はいはいはい。それでなんか、それでもなんか怖くて、なんか悲鳴とかすごい聞こえてくるんですよ。うん、それ聞こえるでしょ。そう、みんなでも私の悲鳴でビビっちゃって、はい、なんか、やっぱりそんなに私周りにつけてたのに、うん、号泣してしまって。ああ、怖すぎ て。そのどんな話なんですか、まず。そのなんかゾンビ系の話なんですけど、はいはい、それでなんかゾン、なんか廃墟の病院にゾンビがおるみたいな感じで、うん、まあおりそうですもんね。そう、それでなんかめっちゃリアルな人形とか、はい、いっぱい置いてあるんですよ。はい、もう死体のようなやつ、めっちゃ怖くて、はい、それで階段とかも螺旋階段なんですよ。うわ、そう、よう作ってますね、そんな。ですよね。めっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖くて、しかもなんか噂ではほんまに出るとか、あ、そんなん聞くから、はい、めちゃくちゃ怖くて、なんか。それね、だから人がこう驚かすっていう感じのやつですか、ではない。そうですね、人が追いかけてきますね。そう、めっちゃ嫌じゃないですか。友達腰抜けてましたもん。当たり前でしょ、それは。そう、だから腰抜けてて、なんか私掴まれたと思ったら友達が腰抜けて私のことを掴んでたんですよ。あ、うん、それ、いや、それ怖い。だって普通にね、知らん人に追いかけられるだけでも怖いですもんね、はい、もうそれがもう気持ち悪いゾンビに追いかけられるっていう、もう最悪じゃ、事件ですよ、そんな。そう、事件ですよ、完全にもう。ねえ、それなんか入場のなんていうんですか、あの制限みたいな、あの子供は入られへんとかあるんですか。特にないんですけど、なんか心臓の弱い方とか。いや、でも子供の、子供の時代にね、はい、そんなんなったらトラウマになるでしょ、そんな入ったらね。そうですね、でもなんか最後はなんかみんな爆笑して出てくる感じの人とかもいますけど。え、そうなんですか。なんか追いかけられるのに、なんかそのお化け役が必死すぎてなんかわからないですけど、はいはい、それで爆笑ですね。私もなんかむっちゃ号泣してたんですけど、最後なんか笑っちゃいましたね。え、なんでその、何に笑うんですか、それ。ゾンビが最後におむつを追いかけてくるんですよ。そう、それでちょっと若干なんかははみたいな感じで笑っちゃうんですよ。どのくらい追いかけてくるんですか。もう私らが必死になってダッシュで逃げる感じです。ああ、でもだってそれ走れへんかって、多分そのバイトのその仕切ってるやつに怒られるんじゃないですか。まあ、走ってなかったやろみたいなこと言われますよ、絶対。でもなんか怖い、ほんまにでも怖がってる人にはあんま追いかけないらしい。いや、それはやめとけ言われてるんですよ、そのバイトの。あんま問題があるでしょ、あんま。あー、なるほど、うん、そう、なんかそれで入る前とかお守り買えるんですよ。はい、お守りしてる人売ってるんですよ。そうなんですよ。金取るんですか、それで。そうです、500円ぐらい高いな、うん、それでお守り持って入った人にはそんなに怖くないようにされてるんです。あー、なるほどね。ほな、もうバイトのやつも必死でお守り持ってるか持ってへんか、そう、確認しつつ、暗闇で確認しないとダメなんですね。そうなんですよ。でも私らはもうお守りなしで行こうみたいな感じで行ったんですよ。お守りなしだったらもうガンガン追いかけてくるんですか。ガンガンですよ、ほんまに。もうしかもライトとかも青白いしで、まあそりゃそうでしょ、お化け屋敷なんて。死ぬほど怖いですね、あれは。でもまたなんか友達と行くんです、うん、また行くんですか。なんか今度こそお化け屋敷行けるやろ的な。いや、あ、でもあのね、ひらかたパークあるじゃないですか、はい、近所に。あれも9月、8月からかな、はい、なんかめちゃでかいお化け屋敷が、そういうやつがなんかできるらしいですよ、期間限定で。それはめっちゃ楽しみですね。近所やから、出たらすぐ行けますよ。あー、ほんまや、でも私ビビりやねんけど、行けるかなって感じなんですけど。いや、その行った友達は大阪の子ですか。大阪の子です。あ、ほんの誘って行ったらいいんですよ、また。
そっかそっか、友達もすごいビビりなんですよ。あ、そうビビり同士で行くんですよ。あもうね、アホアホって感じなんですけど、でもなんか、はい、私は2回行けたから行けるやろ的なノリなんですけど、はいはい、いやでもお化け屋敷はまあ怖いっていうのは分かりますあのジェットコースターとかも富士急ハイランドってすごいやったんでしょ。ジェットコースターはもうほんまにもう見るだけでもう心臓が飛び出そうだったんで、はい、ほんまに怖いのは乗らなかったんですよ。あ、だから軽いのやったらいけるかなと思って乗ったんですけど、はい、それさえも死ぬほど怖くて、はい、ずっと下ろしてって叫んでました。あ、そうなんですか。それくらいむっちゃなんか全部絶叫系で、はい、なんか緩い系がなかったんですよ。やっぱなんかメリーゴーランドとかそれくらいかなって感じ。あ、全部なんか富士急ハイランドはそういう絶叫系なんですか。そうなんですよ、めっちゃ絶叫系ばっかりで、もう大人向けな、はい、遊園地ですね。へえ、あれもあるんですよ、ガンダムの等身大の、あ、はい、ね、なんか 寝てるやつが、あの、はい、お台場の方はこう立像がありますけど、はい、立ったやつがあるけど、はい、なんか富士急ハイランドにはこう寝てるやつがあるんですよね。そうですね、はい、ですね、なんかいろいろと富士急は、富士急はでもめっちゃおすすめですね、ほんまにあれは。そう、それも怖いじゃないですか。怖いんですけど、なんか楽しめますね、なんかその怖さが。あ、またいい感じに。40分歩くとすごい長いですね。そうなんですよ、めっちゃ長くて、でも私むちゃくちゃ怖くて、いやそれ怖い、ダッシュで走ってきて15分ぐらいで抜けちゃって、あ、ちょっと損しましたねそうなんですよ、だから次行くときはもうめっちゃゆっくり歩いて50分ぐらいかけたろうかな的な。あ、そんな、でもちょっと1回行ったらもう慣れるもんですか、怖さ。慣れると思うんですけどね、うん、でもどうやろう、でもあれは多分慣れへんかもしれないですね、怖くすぎて。でもほんまに、でもほんまに怖がるか笑うかどっちかですね、あれは。でも富士急ハイランドっていうと、こう車で行ったんですか。そうですね、車でレンタカー借りてみんなで行ったんですよ。あ、友達の、うん、はい、まあ、その富士急以外にもその周りの富士山の方とかも行ったんですか。富士山も行ったり、富士サファリパークも行った、うん、もうめっちゃ満喫してる。そう、満喫しましたよ富士サファリパークね、うん、めっちゃなんか面白かったんですよ。サファリパークやからなんかちょっとバカにしてたんですよ、はいはい、だからなんかキリンがめっちゃ狭いスペースに、うん、なんか足めっちゃちょこんって乗せてプル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 立ってるんですよ、うん、めっちゃ可愛いとか思って。どんこしてるんじゃないですかそれ。いや普通になんか信号待ち的な感じだったんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんですよ、車待ちみたいな感じでキリンが。あれって富士サファリパークってあの自分のね車で入れるんですか、うん、中に。そうなんですよ。あ、いいですね、自分の車で自分で運転して入れるんですよ、うん、めっちゃ楽しめますね。ほんならこうライオンその窓とか開けたらダメなゾーンとかもあるわけですか。そうですね、窓は一切開けてはダメみたいな。あ、そうなんですか。そうなんですよ、でも私しら雨降ってたんですよ、うんうん、だから開けちゃって出ましたけどね、見えへんから。あ、見えへんからね、うん、なんかチーターの 100m 走みたいなのあるんですよ。嘘、うん、そう、でも私ら雨の時は、うん、大雨の時はさすがにチーター出せないから、うん、っていうので私らの時はいなかったんですよ、残念ながら。何よそれ、損ですねちょっと、うん、むちゃむちゃ切なかった。え、コアラとかもおるんですか。コアラとかはいなかったですね、結構大型の動物ばっかりで、はい、なんか見たことないような動物とかも結構いて、それがこう車のところにこう迫ってくるみたいな。はい、ライオンとかむっちゃ迫ってくるんですよめっちゃそこ開けたらダメでしょ、そんな。そう、こ怖いんですけどね、もうなんかでもそんな凶暴じゃないかなみたいな。でも喧嘩してました。嘘、ライオン同士が。へえ、それはすごい怖かったです。それでもスピードはなんかこの一定の速度で走ってくださいねみたいなことは言われるんですか。そんなはでもなかったですね、まあ、でもなんか詰まってるんで前が、自然とゆっくりに。ああ、そうかそうか、みんなまあ見ながらね。そうですね。へえ、ほんでそういうと、あと富士山とサファリーパークとハイランドでしょ。ハイランドの他なんかあるんですか。他、あ、あれ行きました、樹海。うわ、富士の自殺の、はい、富士の、そう、自殺の行きました。あのなんか看板ありました、なんかあのちょっともう一度考えろみたいな、なんか自殺を止める看板みたいな、あ、みたいな感じのはなんかあって、なんか入ったらあかんみたいな感じで、はい、でも警察とかめっちゃ回ってました。嘘。そうなんです。でも私ら入って、はい、ロープがあったからまだ行けたんですよ。でもロープがないところとかちょっと行ってみたりしたんですけど、はい、それこれ以上行ったら帰られへんぞってなって。いや、そうそうです。樹海って言いますからね。もう完全に左右方向わかんないんですよ。らしいですね。そう、びっくりしました。携帯も圏外になるし。嘘。そうなんですよ。え、あ、やっぱ樹海って県外なんや。県外なんですよ、めっちゃ怖いですか。びっくりしました。で、なんか木の横とかにもなんか花とかお菓子添えてあったんです。嘘やん、それも絶対死んでるやん。そう、それがほんまに怖くてやばかったですね。つい、うん、夜ですか。いや、夜は夜、最初は夜行ったんですよ、うんうん、けどあまりに怖すぎて、夜はさすがに怖いと思って、うん、まあ、そりゃそうです。真っ昼間に行きましたね、もう。へえ、
すごいな、うん、やっぱりでも独特のあの雰囲気ありますね。そう、独特の雰囲気がありますね。うわ樹海やって感じしますね。マジですごいなそれ。あれはほんまにちょっとなんかトイレとかも行くのすごい怖かったですね。樹海のところにあるトイレ。樹海のトイレあるんですか？あるんですよ。なんかでも冬行ったんで、だいたいなんか寒かった時期なんですよ、はい、すごい、はい、だからなんか水出しっぱなしにされとったんですよ、なんか水道が凍らないようにって、はい、あ、はいはいはい、それがもうなんか怖かったですね。ああ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。